皆さん、こんにちは。今回は私がボランティアに行って感じたこと、皆さんに伝えたいことをこちらで伝えていきたいと思います。私は今回、2軒のお家を回りましたが、被災者の方はこの土地に住んで60年住んでいて初めてということでした。やはり最近の雨の降り方は異常で私たちの予想をはるかに上回ってきています。 今まで大丈夫だったから問題ないだろうと思うのはもはや通用しません今一度皆様のお住まいのハザードマップの確認をして避難情報が出れば速やかに避難するようにしてくださいまずは命があっての生活です自分の命をしっかり守る行動をとるようにしてください ボランティアに行くにあたっては今回洪水被害ということで下痢や急性呼吸器感染症破傷風などの感染症などにも気をつけてほしいと思います木のくずが刺さった釘が刺さったと、えー、その場で、えー、速やかに手洗いや消毒を行うように心がけてくださいまた雨も続いており 泥が乾いておらずに泥の上を歩くと足が滑って、えー、転んでしまったりする危険性もあるのでできるだけ泥の上は歩かないように気をつけてください、えー、ボランティアに行かれる方はぜひ被災者の気持ちになってですね、えー、会話や言葉かけをしていただきたいと思います相手の思いを聞いてあげるだけで被災者の心のケアにつながっていきますので えー、皆様どうぞよろしくお願いいたします、えー、最後に芦、えー、北町ボランティアセンターが開設されました、えー、今回のですね災害ボランティアは新型コロナウイルス等のです、ね、感染拡大防止からですね、えー、熊本県内在住者のみの募集となっていますので、えー、皆様お気をつけくださいボランティアの内容は主に住居の片付けやドローンの除去などになってきます 詳しいことについては、芦北町ボランティアセンターの方へお問い合わせください。えー、今回の被害は、熊本だけではなく、福岡や大分も被害に遭っており、今後も予断を許さない状況ですので、無駄な外出を控え、避難の指示には、えー、すぐに応じ、えー、避難をするようにしてください。 私も時間を見つけて自分にできる支援を今後も継続して行っていきたいと思います。全国の皆様、物資や人的ご支援、本当にありがとうございます。